い、それではガンノートミニスタートしていきたいと思います。今日のゲストは中庭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中庭さん、あれですね、珍しいお名前ですね、はい、そうなんです、はい、主人の姓が長崎県対馬にあるので、なかなか聞かない名字だと思うんですけど、そういうルーツがあるんですね。はい、はい、ですね、そんな、はい、今日のガンノートミニにはなるんですけれども、ついでに僕の説明をさせてください。まずですね、岸田と申しまして、僕は25歳と27歳で肺細胞腫瘍という珍しいがんになりました。でそこからですね、医療情報はお医者さんだったりとか病院に聞いたらいいけれども、患者側の情報ですね、どうやってこう頑張って乗り越えたのだったりとか、家族や仕事どうしたのって、そういった情報っていうのはあまりなかったので、じゃあそれを患者さんに聞いて、それでみんなとシェアできればということで、このガンノートというものを2014年にスタートしました。はい、今日は MC を務めさせていただきます。そんなですね、今日のガンノートミニのゲストは、はい、中庭さんでございます。中庭さんはですね、福岡県のご出身で、今も福岡県にご在住といったところになります。お仕事看護師をされているといったところで、またこれもいっぱいね、はい、後で出てくるかと思います、はい、そして、趣味は映画鑑賞や漫画アニメとあるんですけど、なんか最近おすすめとかなんかあったりとかしますか？そうですね、夏はたくさんいい映画あったんですけど、大体見たんですけど、パナカでもトップガンが良かったですね。わー、トップガンね、はい、もうみんな追いトップガンしてますからね。まさにその一人です。ついついやってますね、何度もトップガン見に行ってね、なんかね、もう IMAX だけど、はい、いろんなんでね、なんかもう見に行って、はい。そして、がんの種類が、腹膜、これなんて読むんですか？中庭さん。腹膜偽粘液腫っていう、はい、10万人に1人のなんか珍しいがんなんですけど、はい。めちゃくちゃ、あんま聞いたことないですよね、こんながん。そうなんですよ、私もこういう仕事をしてても、もう耳にほとんどしたことがないっていうか、はい、ですよね。非常に珍しい病になったといったところ、はい、そしてステージが4だったといったところもありまして、はい、で告知年齢が39歳と40歳と41歳といったところで、何度もちょっと繰り返してということがあると。そして、はい、今41歳で、治療としては、薬物療法と、手術をされているといったところになります。はい。そんなですね、中庭さんなんですけれども、次はこちらをちょっとお伺いしていきたいなということを思っております。ペーシェントジャーニーというものがあります。ペーシェントジャーニー、今からグラフが出てくるんですけれども、こういうふうに吹き出しの色だったりとか、分けて分かりやすくしておりますので、また見ていただけたらなと思います。中さんのジャーニー、こんな感じになっております。はい。結構アップダウンが激しい感じで。そうですね。激動の、はい。激動のっていったところがあるんですけれども、はい、ちょっとこれそれぞれちょっと伺っていきたいなということを思います。はい。はい、中庭さんがまずですね、この上がっているところっていったところに関しては、まず臨床の看護をされていたのが、看護大に転職といったところで、看護師をされ、看護師、どういった経緯でこう転職されたりとかしたんですか？はい、もともと臨床看護師で、新卒から、現場でメインで、外科病棟とかでずっと勤務してたんですけど、生まれつき股関節が不自由な状態で生まれてきてて、で、日常生活に問題なかったんですけど、出産を機にちょっと悪化してしまって、手術しないといけなくなりまして、で、両股関節を手術したらどうしてもこう、臨床で夜勤をしてまで立っておくっていうことがちょっと厳しくなってきて、で、何かこう、でもやっぱり仕事はすごく好きだったので、何かこう、今までの経験とか活かせる職業ないかなっていうところで、ちょっと知り合いのお友達から声をいただいて、看護大学なので、今度教育っていう形で、教育助手っていう形で、雇用されることになりました。ああ、そういった経緯があったんですね。はい、はい、そしてその後だんだんちょっと下がっていくんですけれども、これが、はい、体調不良があって、そしてもう原発不明がんとなってステージ4、ほうと、もうこの段階で一気に告知するんですね。です。はい、はい。そうですよね。もともと何も
症状はなかったんですよね。ただ、それこそ看護大学で実習指導をしていたんですけど、白衣私たちも着るんですけど、その白衣のボタンが、あれはなんかこうきついなっていうふうに思うようになってきて、では年齢的に、まあ、それこそ40にも差し掛かってたので、あ、そっか、私もついに中年太りというのがやってきてるのかなって思ってたんですけど、にしても鏡に映る手足はすごく細くて、すごく違和感があって、ただ、まあ、ある意味自分もこの職業だからいけないんですけど、こういう状況にあるけど、食事も入ってるし、お通じも出てるし、吐き気もないし、元気だから、まあ、少し様子を見ておこうと思って置いてたんですよね。そうすると、どんどん体がこう、やっぱりだるくなったり、あと、なぜか、微熱が出るようになって、これはちょっと普通じゃないなと思って、で、お腹も自分でこう、診察すると、明らかにこう、薬が溜まってるような感じだったので、ああ、なんで早く気づかなかったんだろうと思いながらも、ちょっと知っている、一緒に前に働いていた開業医の先生のところに、とにかく飛び込んで、診察してくださいっていうふうに頼んで、でも少し嫌な予感はしてたので、すべての検査もお願いしますって言って、そこで、もう CT も、腹部エコーも、あと腹部のレントゲンも全部撮影してもらって、あと採血もしてもらって、腫瘍マーカーの。で、すべての検査結果が出揃って、主人とこう呼ばれたんですけど、もうその時にすでにこう、私も少し画像を見るだけでも、こう素人が見てもわかるぐらい、CT に映る自分のお腹はもう、転移だらけの状態で、で、先生もこう、肩を落としている状態で、まあ、まだこういう状況だけど、抗がん剤をしたりだとか、まあ、もう少し命は延ばせるけど、まあ、やっぱり厳しいと言われて、もう突然のその、もうステージ4の告知っていうか、で、自分もそのある程度逆にわかるからこそ、もうあとは、ああ、死を待つしかないなっていう状況にあって、ただまあ、ここではクリニックだったんで、とりあえずその確定診断ということではまだできないから、まあ画像を見る限りでおそらく卵巣がんが転移してるのかなとかいう感じでの情報はちょっといただいたんですけど、まあ私たちの中ではもうがんのターミナル期にあるんだっていう思いしかなくって、で、まあ一応セカンドオピニオンですぐに見てもらった方がいいっていうふうに言われたので、その先生のコネクションというか、私の状態があまりに悪かったので、もうで電話ですぐに知り合いの先生に福岡市内の総合病院の先生につないでもらって、この方をすぐに見てくださいというふうにしてくださって、市内の総合病院を紹介されました。はい、で そちらを受診して、はい、病名が今から分かるというところです。はい、まあね、看護職をされていたからこそ、ちょっとなんかそういったね、ちょっと分かってしまうっていった部分もあったりだとかして、はい、で、そこから、はい、ちょっと上がっていくんですよね。それが、はい、ここで、腹膜疑念液腫っていうのが分かっていく。はい。なんです。そこが、先ほど先生が紹介されたところに、セカンドオピニオンとして福岡市内の外総合病院の方を受診しまして、そこの、まず卵巣がんの最初は疑いだったので、婦人科の方を受診いたしまして、ただその主治医が、この病気の手術を2回か3回やったことあるっていうことを言われてて、これは中庭さん、卵巣がんじゃない。卵巣がんだけども、腹膜偽粘液腫っていう、要は卵巣の中にできた粘液腫が、パーンって弾けて破裂してしまって、その破裂した粘液の細胞た腫瘍たちがあちこちにベタッと張り付いて、それがどんどん増殖していくっていうがんなんだよっていう説明を受けて、ああなるほど、だからこう転移してあちこちにあるように見えるんだっていうことが自分でもこう理解できて、でじゃあなんでこんなにあちこちに転移してるのに採血ではあんまり問題がないんですかとこういうことを話してたら、普通の悪性腫瘍と違って浸潤しないので、まあ、要は臓器の外側に張り付いている状態っていうことを聞いたら、だから採血データはとても元気だったんだなっていうこととかも、こういろんなことがつながって、はい。で、この手術は一応手術ができ、この病気は手術が一応できるよと。言われて、ただもうお腹の中ですでにこうばらまかれている状態のがんだからできるけど、まあ大変だということはお聞きしました。はい、うん、そうなんですよね。その中でも何ですか、青色がネガティブで赤色がポジティブなね、コメントになるんですけれども、はい、
分かってもポジティブだったんですね、はい、その時中にそうなんです。もうなんせが最初もう死を待つしかないっていう状況だったので、病名がちゃんと知れたっていうことと、あのやっぱり手術ができるってことがすごく大きくって、完治が望めなくてもこれで生きる希望が少し見えてきたなって、はい、少しでも生きたいなって思いが強かったので、私まだ治療ができるっていうのでもうすごくポジティブでした。はい、そして治療ができるということで治療をしてまいります。はい、はい、回復手術をしていった。ただこちら、はい、あの根治不可って書かれていますけれども、はい、そうなんです。あの頼みの綱で手術してもらったものの、あの全ての腫瘍をやっぱり取り切れることができなくて、まあ、残存している状態で閉腹された、あの閉じられたっていう形で、で、そのすごく婦人科の先生もよくしていただいてもらって、ここまで頑張ってきたからもうあと何もすることがないっていうふうにやっぱりしたくないと、で自分もすごく調べた結果、大阪に唯一この病気に対してあの詳しい専門医が一人いると、でもう自分のところでできる治療は限られているので、外科にコンサルトをして効かない静脈からの抗がん剤をして、こうそれこそ悪くなるのを待つのか、そちらの先生のところに行って門を叩いて新たな治療をしてもらうか、それしかないけどどうしますかって言われて、もう突然のことだったので私たちもこうすぐに決断できなかったんですよね。でそこの大阪の病院に関してはうすうす自分たちでも少しネットで調べてたりだとか、あの知識は多少あったんですけど、あのいろんな情報が良い情報悪い情報と両方あって、あーついにここを紹介される時が来たんだっていうのが強くあってですね。で迷ってたらたまたまその、婦人科の今の主治医 のお友達に、そこの病院にあのバイトに非常勤としてあの働いてる先生がいるから、その先生はもっと直接その大阪の病院に行ってるから知ってると思うから、もうあのそんな急にね決めれるような内容じゃないから、じゃあまず大阪に行く前にその先生にお会いしたらどうっていうふうにお声をかけていただいて、でまだ入院中だったんですけど、もうちょっとそれはもう気が先に聞いてから後悔のない決断をしたかったので、主人と一緒に、まあ、外出っていう形で入院中だったんですけど、あの一緒にそこの福岡のちょっと外れにある病院の方を受診しまして、あのお話を聞きしたところ、やっぱりこう結構前向きに言ってくださって、私のこう画像だとかも見てもらったんですけど、その大阪の先生は本当にすごいから、もう普通でできんことをするって、だからあなたも大丈夫だから何もせずに待っておくよりかは行きなさいっていうふうに言われて、ああもういいや頑張ろうと思って、こう雲がパッて晴れて頑張ろうって思いました。ほう、普通でできひんことをすると、はい、すごい、まあ、すごいそのゴッドハンドというか、はい、もうお持ちで、はい、なところで、そうですね、なんていうことで後押ししてくれたってことですね。はいはいはい、そして行くことになります。そのセカンドオピニオン、はい、赤色ポジティブで高くなってるってことは、これは良かったんですか、どうだったんですか。はい、その後に大阪の実際に専門医のところに行ったんですけど、やっぱりこうすごい前向きな先生で、まあ、どの方にもある程度はその前向きなことしか言わない先生っていうのは存じ上げてたんですけども、あの一言目に治るでって関西弁で言っていただいてそう、もう治るっていう言葉をやっぱりこう聞かないんですよね。こうそれこそ医療職をしててもすぐに治るよなんて簡単に言わないぐらいの言葉なのに、それをその初対面でお会いして第一声に治るでって言われたことがものすごくこう 嘘であってもこう嬉しいなっていうのがあって、もうなんか泣いてその時喜んだのを覚えてるんですけど、まあ、治ることなんてもちろんあのその 100% 治ることは期待はしてなかったんですけど、やっぱりいざ言われるとまたさらに希望が見えてきて、この残ってる腫瘍をこの先生取ってくれるかもしれないんだっていう、はい、強い期待と、はい、不安とあの両立あるけれども、まあ、そうやってねあの後押ししてくれて、よしじゃあ頑張っていこう、治療がね、はい、あのできるとか、そういった見通しが持てるだけでも全然違いますもんね、本当に。はいはい、そしてその後こちら、治療していく、はい、腹腔、はい、抗がん剤治療、これは抗がん剤治療、はい、普通の抗がん剤治療とはちょっと違うんですか。そうなんです、この病気は基本的にその
腹腔内の中に浮遊している腫瘍を叩かないといけないので、通常の、静脈からの抗がん剤をしても血流がないので結局効果がないんですよね。で、細胞の方も私はその時すごい悪性度もあんまり高くなかったんで、抗がん剤しても意味ないということで、お腹の中に直接抗がん剤を入れる方が効果があるっていうことを、お聞きしたので、たまたまその1回目の手術の時に腹腔ポートっていう抗がん剤ができる装置をその私の、婦人科の先生がしててくれたので、幸いにもそこから、抗がん剤ができることになって、でしかも嬉しいことに通常だったら通院でどの患者さんもやっぱ大阪と行き来しないといけないんですけど、この腹腔抗がん剤はその大阪の知り合いの先生の福岡にいらっしゃるそのちょっと他のその離れた病院にいらっしゃるその先生が自分のところでしてあげるよっていうふうに言ってくださったので、セカンドオピニオンでも言ってたので、僕がしてあげると。で、やっぱり遠方にずっと通院するのは大変だし、お金もかかるし、でこの治療法自体が標準治療じゃないから多分福岡では僕ぐらいじゃないとしないと言われて、ああそうなんだっていうふうに理解して、じゃあもう福岡でもできるだけでも感謝しようと思って、福岡の方でお腹からその腹腔抗がん剤をスタートしました。ありがとうございます。はい、はい、そうなんですよね。皆さん今回の治療法に関してはもうとにかくこう珍しい希少がんであって、こう標準療法が、はい、確立されていないといったところの中での治療法を探していって治療しているという形なので、ご覧になっている方たちはそれを思ってしっかり理解してちょっと聞いていただければ今回はいいかなということを思っております。はい、まずは皆さんのね主治医に相談していろいろ治療法については聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。それで福岡でも治療して、このね抗がん剤治療して、で、はい、そこからやってくれて、そこから下がっていくんですよね。何かというと、はいはい、リリースになっていくと。そうなんですね。はい。これはやっぱり回復手術もしてある上に、この腹腔抗がん剤っていうお腹に抗がん剤を入れることで、やっぱりお腹の動きが悪くなるようで、その2つが重なって、まあ、見事に合併症っていう形でリリースになって、3週間ぐらいチューブを入れて入院することになるんですけど、まあ幸い、この時は手術も視野にっていうところまで来て、っていうふうに落ち込んだんですけど、これもまたこう、すごく幸運なことに、手術が決まった前日に、造影検査をして、見事に開通したっていうことで、良くなりましたっていうことで、すぐに、はい。よかった。運よく退院することができて、また上昇するっていう形になりました。はい。少し上昇していきます。はい。うん、もう一度、はい、腹腔抗がん剤をその再開をしていって、はい、そして、はい、その後、退職からパートへといったところで、はいはい、やはりちょっとお仕事続けるのが難しかったんですか、うん、どうだったんでしょう。そうですね。やっぱこう、フルタイムでずっと私は今まで、もう出産してもずっとフルタイムで働き続けてたんですけど、やっぱりこういうふうに病気になって初めて、毎日月から金、まあ、看護師の場合はシフトなんですけど、で働くことはちょっともう難しいなと。で周りにも迷惑をかけますし、自分もその中でいつもお休みくださいっていうのがやっぱり言えなくなったので、今はちょっとこう生きることに専念をして、もちろんお金もかかるから県外の治療なので、だけど生きないとどうもならないから、ちょっとそこにシフトしようと思って、勤務形態ももうちょっと変えてもらって、2週間に1回きちんと治療ですって言って、こう胸を張って言えるような勤務形態にしてもらおうと思って、もうパートとして一旦退職して、パートとして働けるようにしていただきました。はい、じゃあ職場の配慮とかもあって、そういう風な働き方に変えていただいて、はいはい、ありがたいです、ね、本当に、はいはい、そこからちょっと下がっていくのですが、なんかちょっとすごいこのなんか感じがいっぱいある。ちょっと待って、まず回復手術で、はい、中温熱腹腔内化学療法 HIP、はい、ハイペックって言うんですけどね、ハイペックって言います。はい、すみません、教えてください。はい。これも通常通り、この手術ってやっぱり腹腔鏡じゃできないので、大きくお腹をバッサリ切る回復手術をするんですけども、そこでまず、今回はその残っている腫瘍を取るっていうのが大阪では私は目的だったので、そこに、残存する、まず腫瘍を取ってもらいました。私の場合は、腹膜を取りながら、横隔膜と、あと、胃の半分。
幽門足っていう胃の、出口だけ残す手術をして胃も半分取りました。あとそれプラスそこにこうまとわりつく大毛とか小毛、まあ、ちょっとこう詳しくなるんでもうちょっと言えないんですけど、あと脾臓とか胆のとかとにかくありとあらゆる臓器をちょっと取って取ったの、そうなんです、うん、やっぱり転移しやすい臓器はもう取るっていうものだったみたいで、私はてっきりその残存してる腫瘍だけ取るんだって思ったんですけど、まあ、胃にはちょっと結構浸潤してたみたいなんで胃は取られて、でその他も転移するかもしれないという脾臓だとか胆のとかはもう予防的に切除されました。で、それプラス、もちろんその時点で全部取れてるんですけど、何せがこの病気っていうとその発種性の 病気なので、また取ってもその見えない細胞レベルで広がる可能性がもう多くあるので、そこで出てくるのがこのハイペックっていう術中化学温熱化学療法っていう、治療法なんですけど、これがここのその大阪の病院でしかやれないんですよね。47度の生理食塩水の中にこう抗がん剤をこう混ぜたものをお腹の中でこう40分ぐらいこうぐる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 こう混ぜるという、臓器に浸透させるっていう手術なんですけど、それを併用してやるっていう、これが要はこの腹膜疑念疫腫っていう病気に対する一番の治療なんですよね、今。はい。この世界ではすごく大変な手術なんですけども、これしか要は治療法がないっていう、治すには。はい。そういう治療をされてですね、はい、ちょっと、はい、なんかすごい新しい、僕全然知らなかったです。ありがとうございます。ですよね。はい。ただその後予後不良で薬物療法をしていく、はい、ちょっと予後不良だったんですか？そうなんですよね。まあもちろんこの時ものすごく新種の大きな手術だったんで、まあ、体がいろんなことが変化してしまって、そこの体調不良もあったのですけど、さらに追い打ちをかけるように術後の病理を先生が説明されるんですけど、アンさんは全部腫瘍取れたけどなこれ関西弁でですね取れたけどなって、運悪くそのちょっと陰管細胞がおるでと言われて、陰管細胞っていうのがちょっと細胞レベルでいくと悪性度が高くって、要はこう進行しやすいタイプの細胞になるんですけど、その細胞の型が見つかったと。でそれプラスこの腹膜疑念疫腫はハイグレードローグレードの2つに型が分かれるんだけど、あなたの場合はそのハイとローの、その高い要は低いの中の高いグレードだと。なんでそれもハイグレードの人はやっぱり再発しやすいと。だけどその陰管細胞が見えたにしても、そのハイグレードであったという事実にしてもものすごく再発リスクが高い分類になるから、ちょっと予後は厳しいと言われました。ただ具体的にそのいつまで生きれるとかそういうことはもうこの時点では完治っていうか全部取り切れてるので言われなかったんですけど、まあ予防的に再発の予防をするためにももうずっと抗がん剤は内服しないといけないっていうふうに言われました。だからそのハイグレードでって言ったところ で抗がん剤内服をしていくって言ったところなんですね。はい、はい、そこただその後マーカーが上昇し、また薬物療法がこれは追加でスタートしていくってことですか？そうです、経口で、2週1級で、2週間内服して1週間休むっていう内服をする、ゼローダっていう薬を内服し始めました。はい、ちょっと副作用もいろいろ出たりとかしてですね。ただそこでね、ちょっとまたちょっと上がっていくんです。それはなぜかというと、マーカーちょっと上がったけどまたそれやったら下がっていったんですね。はい、これはこの、抗がん剤を一度また静脈からの抗がん剤とかもするんですけど、間でなんとかその上がっているのを食い止めようとして、効かないっては分かってたんですけど、静脈からの抗がん剤とかも間でしました。で、はい、ようやく下がっていって、そこからちょっと、また上がっていきます。ここで復職するのすごいなあれ。そうなんです、はい、やっぱりですね、こう少しずつ患者経験が長くなってくると、こう心や気持ちまでがんに蝕まれるっていうか、今ちゃんと前向きに治療できてるのに死ぬかもしれないなっていうことを考えたりだとか、こう自宅でいるといろんなことを考えるんですよね。で、私はやっぱりこの看護っていう仕事がすごく好きだったんで、もうちょっとこういう経験を前向きに生かしたいなとか、あとリアルにお金が本当にこう経済的に厳しくなるんですよね。
はい、あのお金がある人はきっともういいよ働かなくってって言うと思いますし、私も裕福だったら働かなかったかもしれないです。だけどやっぱり医療費を少しでも捻出して自分が生きて、やっぱ子供の成長も見たいですし、あとその看護師として働いて自分が患者となることによって今患者さんに何かしてあげたいなとか、あと教育の方ではこういうことを学生に教えたいなっていうふうに思うようになりました。はい、ああすごいね、その自分自身のあの気持ちだったりとか、そういう使命といったところもあって、はい、そういう復職されていって、ただそこからちょっと下がっていくんです。タール弁、そして、え、はい、複合部海洋、複合部海洋ですね、複合部海洋、え、どういうことですか、これは。これはですね、もう今この時復職したのがですね、主人の知り合いの病院の方と、あとその以前働いていた大学の方と、両方ちょっと体調を見ながら働く形で復職をしてたんですけど、たまたまその時は、病棟の方の勤務をしている時に、ちょっとトイレに行った時に黒い便があって、でその時にお腹もなんか地味にこう鈍痛があるというか、そういう状況だったので、もうすぐに今までの自分だったら頑張ると思うんですよね、一旦置いとこうと、この黒い便出てるけど帰ってから受診しようとかっていう風になると思うんですけど、やっぱりもうこういう体になって逆に我慢して働くことの方が、でその倒れたりだとかすることの方がちょっと病院の方にも迷惑をかけると思ったので、すぐに市長さんに報告して、たらありがたいことにやっぱりこうすごく私の体のこととかは理解してくださってるので、すぐに寝かせてもらって、で病院勤務なので先生にも診察を依頼して、すぐに紹介状も書いてもらって、そのまま迎えに来てもらって、即受診っていう形で見てもらうことができてですね。で、まあ、その胃潰瘍なのかなと思ってたんですけど、私の場合胃を切ってたので、その胃を切ったつなぎ目、要はその難しい字の吻合部に潰瘍ができてたっていうことが胃カメラをして分かりまして、まずこれは通常の潰瘍に対する治療をして、絶食とちょっと点滴をしながら出血が止まるのを待ってっていうので、お薬を飲んでっていうので改善しました。じゃあそれもあれですね、今までやってた治療のちょっと副作用っていうか、そうですね、はいはいはい、うん、そうだったと思います。ただそこそれよりもまた下がるの、怖いな、ちょっとうおー、マッパが上がってる、再発しちゃったんですか、そこから。はい、やっぱ不気味にちょっと上昇してたので、画像には映らないけど何かしら活動はしてたんだろうなって私も覚悟はしてたんですけど、やっぱいざ画像でちゃんとバンって出るとまたかっていう。でもこの今度はですね、一応画像上は十二指腸の近くに3センチ ×3 センチぐらいのがあるっていうふうに最初は言われて、ただこうやって定期的に見てるからこそ早くにこうやって見つけることができるから、早いとそう小さなうちにそこを取ればいいだけだからっていうふうに、結構先生はまたその時もすごい前向きに、取ればいいだけやでしか言われなかったんです。で先生簡単に言いますけど、またそれで20センチぐらいこう回復、もう切腹ですよ私にとってはって言ったんですけど、まあでもそれしか結局治療法がないからですね、もう腹をくくってやるしかないって思ったんですけど、この手術やっぱり、まあ回復手術どんな手術でもそうなんですけど、やっぱり何度も繰り返すことによって体も消耗していきますし、私とか抗がん剤もずっとしてるので合併症のリスクとかもやっぱり上がっていくんですよね。手術することでラッキー取ればいいんだっていうふうにやっぱり思えなくって、で現に同じ病気の人で悪くなっていく人とかも見てあるので、ものすごいこうその時の恐怖はやっぱ1回目と変わらないぐらいの恐怖で、本当にこう泣きながら過ごしてました。いや、はい、そうですよね、はい、その、ね、中で、はい、同じまたこの治療回復手術と、はい、ハイペックをされていくっていう形なんですよね。この時はただ一度目の手術と違って、もうそれこそ小さな腫瘍だったので、小さな腫瘍を取ってまたその再発予防にっていうことでハイペックをしてもらったんですけど、まあ、通常このハイペックは1回しかしないみたいなんですけど、何度も手術してるとどうしても臓器がこう癒着しちゃうから、この温熱化学療法をやっても意味がないっていう理論みたいなんですけど、私の場合はこう若いからっていうことで先生の計らいでしていただきました。体力的なところだったりとかね、いろんなそういった含め、ね、はいはいはい、はい、
そしてそこから上がっていきます。はい、復職、お、すごい、復職されて、そして今、はい、薬物療法は、しつつも、はい、観察をしているという状況。今、体調はどうなんですか？体調ですね、マーカーはそれこそ不気味に上がってるんですけど、とてもよくって、はい、なんかいろんなことが楽しくって幸せです。はい、というふうな今の状況の、はい、中庭さんのペッシングジャーニーというふうな形になります、はい、ありがとうございます、はい、そんな中庭さんのちょっと次こちらちょっとお伺いしていきたいと思います。大変なこと困ったことそれどう乗り越えたかといったところでこのようなことをいただいております。まず大変なことといったところがここ、はい、治療選択への葛藤そして地元の病院との連携といただいております。これどういうことでしょうか？はい。この病気がまずすごく稀で、情報がないんですよね。で、ネットなどで調べると、私のやった手術とかが、その大阪の病院っていうのが上がってくるんですけど、すごくね、ポジティブな療法と同時にネガティブな情報もとてもあって、で、どういうふうにそれをこう、正しい情報をこう、得れるんだろうっていうところがとても大変で、なんで自分で、腹膜偽粘液腫っていうのは患者会があるので自分でもその患者会に入ってで実際に会長さんにもお会いしましたし、とにかく自分でできる情報は積極的に取っていきました。はい、この病気は手術するとすごく侵襲が高いので術後もその体が変わるんですよね。で管もたくさんちょっと入れられて歩けない食べれないっていう状況が普通の通常の手術に比べてとても長いので完全に治った状態で地元に帰れないんですよね。で私はまだ良かった方なので口からご飯も食べれるようになって点滴も一応外れてただ少し一本管は残ってる状態だったんですよね。なので、まあ、入院も勧められたんですけど自分がこういう職業をしてるので自宅でちゃんと処置をしながら通院させてくださいっていうことをお願いしたのでそういうふうに手紙にを書いてもらったんですけどそれができない人とかは入院新たに地元で、ベッドの方を確保してもらったりだとかあと治療をちゃんと申し送ってそれを継続してもらったりだとかそういうことはすごく必要になるので大変だと思います。あ、そうですね。本当ね、その地元とその治療してる病院とっていったところの、ね、連携とかね、本当大変だと思うので、はい、それを、はい、どう乗り越えたかっていったところに関しては、はい、まず治療選択等々はもう、納得するまで医師の話を聞く、そして適度な覚悟を持つといただいております。こちらについてお伺いできますか？はい。はい、これもまたすごくこの病気の特徴なんですけど、もちろん私みたいにちゃんとこの大変な病気でも、生きている人がいるってことも事実なんですけど、完全に先生に治るからと言われて、やっぱり治るもんでもないです。で、事実大変な手術だからこそ、うまくいっている人もいれば、少し合併症が残って後遺症に苦しんでる人もいるっていうことも、受け止めないといけない事実です。なので、これは、すごい、脅しでも何でもなく、自分も経験してみて、やっぱり適度な覚悟は必要だなと思いました。正しい情報を得て、こういう手術をするからこうなるかもしれないんだ。よし、それでも自分は頑張るぞっていう覚悟が必要です。あと、先生もすごく、やっぱり日本中の患者さんを見ている先生なので、もう簡単にいつも、電話もできませんし、いっぱいお話もできません。なので、ちゃんと自分で聞きたい内容はメモをしたりだとか、ボイスレコーダーでちょっと録音しておくだとか、あと、こうしましょう、ああしましょうって言われて、すぐにはいって言うんじゃなくて、どうしてこの治療をするのかなっていうのを、もう一回ちゃんと先生に聞き直して、自分が理解してからその治療を選ぼうとか、っていうふうに、自分でもやっぱり努力しないといけないということをとても思いました。だからめちゃくちゃすごい先生やからもう忙しいけれども、はい、ちゃんと時間が本当限られた中でもその有意義にその時間を使うように、はい、あれですよね、メモを取られたりとかボイスレコーダー使われたりとかいろんなことされたんですもんね。そうですね、はい。で、食らいついてこうちゃんと聞くっていうですね、やっぱりこう先生にお任せっていうんではなくて、やっぱり自分だって命を懸けてるわけだからですね、そういうふうにみんな治療している人がいらっしゃったら、そういうふうにしてほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、本当にもうあっという間の時間ではあったんですけれども、中庭さんから、はい、はい、今のこの視聴者の皆様へのメッセージをいただいております、はい、もう闘病されている方も本当たくさんいらっしゃると思います。そんな中庭様からのメッセージがこちらになります。
はい、当たり前の日常こそ最高の幸せ。この言葉の意味はですね、病気をされた患者さんは皆さん痛いほど感じてると思うんですけど、私たちがこう普段何気にこしてる、例えば家族と過ごす時間だとか、ご飯を美味しく食べるだとか、疲れたから寝るとか、行きたくないなと思いながらも、きついなと思いながらも仕事に行くとか、で今のシーズンだったら夏休み、子供が夏休みだから自由研究見てあげるのもだるいなだとか、もう本当にこう誰もが感じてるこの当たり前の日常っていうのはなくすと気づくんです。あの時自分って幸せだったんだって、これってがんになるとできないんだって、こんな当たり前なこともできないんだっていうふうに思います。だけどいい面もあって、まあ、私の中ではその病気になってよかったなんて綺麗事は正直言えないです。だけどこういうことに気づくことによって、たとえ辛いことがあったり悲しいことがあっても乗り越えていけるし、その生きているからこそだから感じれる感情なんだなっていう風に捉えれるようになるんですよね。なんで悲しいことも幸せなことも全てこう感謝できるっていうか、少し前向きに捉えれるようになるので、こういうのをこう感じれるっていうのは、やっぱりがんによって生と死っていうのを常に多分意識しているからなんだろうなっていう風に思います。だから今を楽しんだり感謝したり、大切な日々をこう大切に生きているのかなっていうふうに思います。なんでがんサバイバーの方は今を一緒にぜひ楽しみましょう。でこれを、ご覧になっている一般の方は当たり前の生活をしていることっていうのは、やっぱり私たち患者にとってはすごい奇跡なんです。なんでどうか今を大切に生きてほしいなっていうふうに思います。いや、本当ね、この一瞬一瞬がね、本当大事ですしね、本当に失ってから気づくっていうのは、本当に僕もめちゃくちゃ思いました。ですよね。はい。なので、見てくださっている皆様も、はい、今この一瞬一瞬を本当に楽しく、そして大切に過ごしていってほしいなと思いますし、はい、その一瞬にこのがんノートを選んでくださって、本当ありがとうございます。はい、いえいえ、はい。お役に立てればいいです。ございます。はい。これにて、ガンノートミニ終了していきたいと思います。中庭さん、はい、本当に経験談、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。